口の中からベジトイドが現れた。名前からして野菜のモンスターかな。ちょっと気味が悪いわ。ベジトイド、アタック6、ディフェンス6、ネット1モンスター前、食品局には未登録。この地下の世界にも食品局なんてあったのね。どこだよそこは。地元で採れた上物ベジタブル。上物ってことは美味しいのか。美味しいんだろうけど顔さえついてなければな。ベジトイドはあなたの健康を応援します。攻撃されてからそんな広告みたいなこと言われても。でも応援してくれてるならいいんじゃないか。次は話すにしてみよう。野菜は喋れないんだけど。いや喋ってるじゃん。落ちてきてるのはベジタブルか。いや普通に野菜って言いなさいよ。ベジトイドは小さくケタケタ笑った。なんか笑われたんだけど。あんたの変な顔に笑ってるんじゃないの。どういうことだよそれは。いいから早く。お腹をさすった。ベジトイドが体にいい食事を出してくれるらしい。お、結構優しい野菜かもしれない。緑の野菜を食べてね。緑の野菜って。おお、本当に食ってきた。で体力回復したし。ベジトイドはミステリアスな笑みを浮かべた。やっぱり不気味よこの敵。これで逃がせるんじゃないか。よっしゃ勝った。さて引き続き探索しようか。さすがにもう落ちることには慣れたのね。あれだけ落ちれば慣れるよ。なんだこれ。は口の中からベジトイドが現れた。ダカッとダカッと。あ、隣にスイッチがあるわね。正解は真ん中の穴だったか。僕の勘が外れるなんて。日頃の行いが悪いから間違ったんじゃね。ってそんなことないし。はいはい、いいからスイッチを押して先に進むわよ。よし、これでこの部屋は終わりだね。あれ、あの下にいるのってお化けの子じゃない。ナプスタブルークね。また寝てるのかあいつ。そんなに眠いのかしら。とにかく会いに行ってみよう。下の真ん中だったよね。そうそう。なんで眠いのか聞いてみたらどうだ。いや前回は寝たふりだった気が。横になってるのが落ち着くのかしら。なんでそんなところで寝てるの。穴に落ちちゃって立てなくなっちゃった。相当なドジだな。あんた以上のドジっ子ね。構わず言ってよ。いやいや置いていけないって。あ、そっか、お化けだから飛べるんだった。え、はあ、もう言葉が出ないわ。でまた消えたし。僕のドジを越すとはなかなかだね。それ別に自慢できないわよ。どうして自楽に走った。霊夢に乗ってあげただけだよ。さて新しいエリアだね。とりあえず上の石板を読みましょ。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのに。つまりどういうことだ。視点が変わるって書いてあるみたいだけど。私にはさっぱりだぜ。そりゃマリサの頭じゃちょっとね。で今度は私をいじり始めるなよ。いじってほしいのかなって思って。なわけないだろバカ。ツンデレマリちゃん。いいからこの部屋の謎解きをするぞ。なんか人形みたいなのがあるわね。青と緑と赤があるね。ミボスが這い寄ってきた。あ、プルプルちゃんと新しい敵だ。ミボスは行動で何ができるんだろう。話してみたら。やってみる。話すことなどない。話すらしてくれなかったし。ちょっとなんか敵の攻撃が難しくなってない。ちびかびは悲しげにじっと待っている。ちょっと早く逃がしてあげなさいよ。今するよプルプルちゃん。一人の時間が一番。もしかしてこいつはボッチなのか。ボコニャンと一緒ね。なんだろうこのモンスターとは分かり合える気がする。ミボスは悩み一つなさそうだ。あれ、さっきまで不機嫌だったのに。もしかしてプルプルちゃんを逃がして一人になったから。お、次の部屋かな。石板を確認しよう。この注意書きが見えているなら青いスイッチを押すべし。青のスイッチ。もしかして私たちが人形って言ってたのがスイッチなの。どうやらそうっぽいぜ。下に見えるのが赤と緑ってことは、一番上にもう一つ青があるはずなんだけど、どこにあるんだ。柱を調べてもないんだけど。後ろとかは。スイッチだ、押してみる。終わった。柱で隠れてたのね。どこかでカチッと音がした。よし、この部屋も謎解き成功だね。今のは謎解きという解釈でいいのかしら。ってまたスイッチがあるわ。この注意書きが見えているなら赤いスイッチを押すべし。赤を押すだけでいいのかな。石板の言う通りに今まで進んできたんだから大丈夫よ。スイッチだ、押してみる。ポチッとな。どこかでカチッと音がした。ほら大丈夫じゃない。こんな簡単でいいのかな。この仕掛けはもしかしてまだ続くのか。そろそろ終わりだと思うけど。この注意書きが見えているなら緑のスイッチを押すべし。今度は緑のスイッチなの。でも一番下は水色ってわかったけど上の二つがな。いつかだとか右の柱だ。は？いやね、間違えたんだよ。はは。わからないのに変な当て図法をするな。すみませんでした。最初に書いてあった石板を思い出せよ。橋の扉は出口にあらず、入るたびに視点が変わるのに。あ、そうか、部屋ごと回転させればすぐわかったことだったか。スイッチだ、押してみる。どこかでカチッと音がした。これで先に進めるね。まだ謎解きはあるのかしら。あれ、さっきまでとは違うね。
これはどっちに進むべきかな。上だと先に進んじゃいそうね。右に行ってからにしようか。スパイダースイーツの件もあったしな。ちょっとワクワクするね。あ、カエルさんだ。どこにでもいるわね。ケロケロ、ケロケロ、ここだけの話だけども。どうしたの？さっきトリエルがここから出てくるのを見たケロ。え、トリエルが？ここで何かしてたのかしら？ってことはもうすぐ合流できるのかな？食料品の袋を抱えてたケロよ。食料品？お買い物してたってこと？夕飯の支度とか？でも何に使うつもりかは聞かなかったケロ。でなんでそこで聞かなかったんだよ。まあそう怒んなって。トリエルに話しかけるなんて恐れ多いケロよ。ケロケロ。ああ、ガンつけられるからか。あんな顔で睨まれたら誰だって怖いわよ。2話であれだけ睨まれればね。あ、なんか落ちてるぞ。おもちゃのナイフを見つけた。お、新しいアイテムゲット。おもちゃのナイフ。何に使うのかしら？ケーキを切ったりとか。そんな感じなのか？あ、そうだ。せっかくだから調べてみよう。こういう時のインフォね。おもちゃのナイフ、武器アタック3、プラスチック製、最近はレアもの。あれ、これ武器だったのね。ってことは装備とかってできるのか？一応護身用に持っておいてもいいかもしれないわね。もしかしたらバトルとは別で使うのかもしれないしね。さて、今度は上の道に行ってみましょう。この先にトリエルがいるってことか？どこまで行っちゃったんだろうね。大変、予定より随分時間がかかってしまったわ。って噂をすればじゃない。トリエルとここで再会できるのね。あ、上から降りてきた。まあ、ここまで一人で来たの？怪我はない？モンスター数名にタコ殴りにされました。こらえつくな。こっちへいらっしゃい。回復してあげましょうね。まさに聖母ね。ずっとほったらかしにして、本当にごめんなさいね。こちらこそ言いつけを守らなくてごめんなさい。あなたを驚かせようなんて考えた私がバカだったわ。え、驚かせる？どういうことかしら？その、これ以上隠しても仕方ないわね。一体どうしたかったんだろう。こっちよ、ついてらっしゃい。とにかくトリエルについていきましょう。隠してることが気になるぜ。あ、その前にセーブがある。遺跡にこんな可愛らしい家があるのを見て決意がみなぎった。この中にトリエルが入っていったってことは、ここはトリエルの家ってこと？そこは次回のお楽しみってことにしようか。ああ気になるぜ。気になるのはみんな一緒よマリサ。今回は謎解きで苦労したね。スイッチの部屋は結局消去法になっちゃったしね。まあでも、なんだかんだ突破できてよかったよな。あとあの野菜も腹が立ったよね。名前が確かベジトイドだっけ？そうそう。まあ回復させてもらったし今回は許そう。で、お前は何様だよ。さてと、次回はトリエルの家の中を捜索していきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。